第100回大会、シード獲得おめでとうございます。袋割った感想をお聞かせください。はい、昨日の往路7位っていうところからスタートで、まあ、袋は、総合3位以上という目標を、変えずにですね、チャレンジさせたいというところで選手たちとも、まあ、そういった目標設定の中でスタートさせました。その中でですね、まあ、1年生の川上が、いいスタートを切ってくれて、追い上げムードをしっかりと作ってくれたというところ、これは評価できるかなと思います。でまた、7、8と、しっかりと勢いに乗せていかなきゃいけないところで、まあ、1年生の、小池がやっぱり、経験不足というところもあって、なかなかその押し上げをすることができなかったというところ、また来年に向けての課題ができたかなという部分と、また、9区の吉田亮もやっぱりあの将来エースとして、チームを背負っていかなきゃいけない立場の選手がやっぱり区間15番というところはまだまだ課題が残りましたし、そういったところでは、本当に、まあ、シード権の8位獲得できたんですけども、やっぱりあの4年生に、助けられた、シード権獲得かなというところを感じました。まだまだですね、やっぱり山の吉田響だったり、中心になる選手がいますので、来年はやっぱりここをしっかりと、山を、上り下りを中心に、まあ、本当に優勝争いができるようなチーム作りを目指して、やっていきたいと思いますので、本当にあのこの2日間ですね、朝早くから、選手の、応援を、くださった皆様には本当に感謝いたします。また強い創価大学を、続けて継続していけるように頑張っていきますので、今後とも原のご声援のほどよろしくお願いいたします。本当に2日間ありがとうございました。もう一つあの、チームを支えた4年生へ一言ご感想というかお声をお願いいたします。はい、やっぱり1区の桑田、エースとしての覚悟を持ってですね、スタートしてくれて、区間2番という最高の、滑り出しを、してくれました。また、3区を走った山森に関しましても、まあ、区間順位こそ19番でしたけども、まあ、この4年間しっかりとチームの柱になって、チーム作りに、力をもらったというところでは、本当にあのこの創価大を作り上げたのも、山森を中心とした、しっかりと、チーム強化というところが達成できたという部分でもあると思います。またアンカーを走った、上杉もですね、初めての大学三大駅伝の出場ではあったんですけども、まあ、堂々とした走りでしっかりとシード権獲得という順位をキープしてくれて、頼りになる走りをしてくれたと思います。また、4年生の、キャプテン志村がやっぱりこの1年間ですね、強い創価大学を、作っていくという高い意識のもとに、チームをしっかりと動かしてくれたというところにはすごく感謝しますし、また、サポートに回った選手たち、マネージャー含めてですね、本当にいいチームになってきたなという、まあ、これから強くなるための、自信をつける1年でもあったので、まだまだ、強くなる創価大学、皆さんご期待していただければと思いますので、まあ、そういった部分も含めてですね、この1年頑張ってきてくれた4年生に感謝したいと思います。じゃあ合わせてにありますが、最後に一言ご感想をお願いします。はい、まあ、目標は、総合3位以上というところでしたけども、まあ、結果昨年と同じ8位、という結果に終わって、まあ、悔しい結果ではあるんですけども、まあ、また来年のシード権を獲得したということと、また出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根と三大駅伝の出場が決まったというところでは、また、強豪校の仲間入りできるようなあのチーム作りをさらに、高めていきたいと思ってますので、今後とも変わらぬご声援よろしくお願いいたします。